はい、今日もバルダンダース占いをやっていきましょう。さて、深海戦争の調子がいいんでね、ブックはこのままで、深海戦争の9日目です。水ヶ船、唯一の神になろうなどと不相応な望みを抱いた愚か者。その声はパーメラか。さっきの戦いでは不覚を取りましたが、どうやらあなたへの認識を改める必要がありそうですね。兄、クローディスが言っていたように本腰を入れてお相手しなければならないようです。かっこハンデ。いいだろう。お前の本気すべて受け止めた上で俺が勝つ。その言葉、必ずや後悔することになりますわよ。ふふふ、いいでしょう。あなたの覚悟に敬意を表して私の全力で打ち倒してあげましょう。来る。さて、マップはシールド名で置いてあるんかよ、最初から。かなり反則的な感じ。マップは、ダイヤモンド。で、ハンデは、なんと、パーメラ8。8話というと、これまでの、バルダン動画で初めてだね、8話。周回ボーナス 150%、通行量が 175%、シールドメイデンレベル2が2体、ピクシーレベル1が2体。めちゃくちゃだ。でも、同じのが置いてあるってことは、ミラーが効くっていう可能性があると。ガンガン倒していかないと自分が回るだけでは勝てないだろうという感じだね。で、パーメラの手札を見てラグドール。まずこのラグドールを何かしないといけないのと、ホリバニッシュがめんどくさい。ラグドールがちょっと無理っぽいよな。さあ、隣に置いてプレッシャーがいいと思うんだよね。でまずホリバニを打たせるっていう方向で行くといいんじゃないかな。ホリバニを打たせるという方向で行くためにこっち。神である私に勝とうなどと、思い上がりも甚だしい。ホリバニ打てよ。打てよ。お前にホリバニ打ってもらうために今な、そこに置いたんだよ。よし、どんどん出せばホリバニ最初は怖くないと。いきなり攻めるもあるぞ。上がりそうなやつは、地か火か、どっちを買うかだな。配置はしなくていいな。HP が高い方を上げてくる法則。ちょっと買っただけでもね、得するからね、買うべきなんですよ。ここは買っただけで、ちょっと上がるんで。わかんない。バームとか、お暇に打てよ。だから、掘り場にを打てと。血を取るのかか。何水。おー、ドワーフマイナス好きだな。血が60に上がった。血を買えばよかった。とりあえずアイテムを外す。アイテムを切る。ねえな。ねえな。切りたいアイテムがねえな。むしろ強いオドントティラノス。こういう時アイテムがねえと。おーし、これでラグドールが外せる。余ってるから置く。よし、シャッターし、しばらく防具は出ないぞ。掘り場に打たない。ものすごい連鎖を作ってくるな、これ。ピクシーは援護全だったかな。なんだっけな。援護。お、いいよ。援護。ヒチということはドリアードしかできない。このラグドールがなくなればほぼ余裕でしょう、これは。さあ、どうする。置くか。置くと次攻められなくなるから、これは置かない。で、ここ、シード目でいきなりやっつけられる。レベル上げてほしいな。よいしょ、上げてから落としたい感じ。どっち打つ。よしよし、そっちに打ったな。よし、これで掘り場には打たせた。手札が余ってるのがもったいない。くそ。そっちを上げるか。お、いいね。プラックで落ちんじゃねえよ。60だから、ぴったり。よしよしよし。
これはダイスが6以上を期待するしかない。まあこれ、ね、6以上じゃないとすぐ悲しい。よしよしよし。もう横に置きたいが、なんか捨てるのが辛いよな。落とせるときに落とす。いやー、手札が余っちゃってるのがもったいねえな。これは、どっちか、サキュバスリングかな、いらないのは。これは守り用だからな。さあ、しばらく防具がないから落としまくろう。上がったところを落としまくろう。これがあったんだよな。これがあるから。そっちを上げたか。血を上げたか。そこはバイミスだな、バイミス。クイックサンドで、ミラーからのクイックサンドで落としてやる。シャッターするほどではない。掘り場にされたんだ。うわぁ。うわぁ、うわぁ、捨てたくないのが揃ってしまった。あえて言うなら。うわぁ、一個置かせてよ、みたいな感じだね。もったいない。あぁ、お金持ちになる作戦ね。全然追いつかないな、これ。しかも水連鎖しちゃった。ああ、でも。まあ、ミラーさえ出れば余裕って感じだな。リンカネーションだな、これは。リンション。N リミッションでダブルで周回になる。これは美味しい。これ、あえて落とすっていう手もあるね。そうすると、でもこっちが落とせなくなるかな。落とすって言ってもらう。これ、ここ、あ、まあいいか。買おう。高くなっているが、ちょっと買うことで、今後上がりそうなやつをちょっと買うことで、ここは置く価値はあまり、ないと見る。チックサメとかしてこねえかな。さあ、形か。血が増えていくね、どんどん。いや、バハムートが置けるんだ。これはちょっとまずいね。血が？でも、これで血がなくなったから、こいつが死にやすいと思うんだよね。うん。落とせ、ダイス！あ、そうか、こっちへ戻るって手もあるのか。いや、しかしこっち、追っていくでしょう。チャリオット待ち。チャリオット待ちで置いておこう。あー、またラグドール。大丈夫。ラグドール引いたが大丈夫。シャッターもう一枚持ってた。よし。アムト、オッケー。よしよしよし。逆にお前の攻め手と援護はなくなった。よし。よし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 。これ2が出れば落とせる。こ、来た！よし。さあ、10だ。これはドリルランス確定だな。よし。よしよしよし。何もせずとも貫通だ。余裕勝ちだった。しかも相手ないからクイックサンドとかでもいいぞ、これ。魔力も獲得した。よし。これはかなりいいダイスが出た。で、横に寄って、地の連鎖で、逃げるのか。これクイックサンドも決まるぞ。ここ上げちゃおう。掘り場にが出ない限りは勝ちだ。地の連鎖を組まないといけないから、全然組めていない。おいおいおい。しかしそいつも、ドリルランス残すべきだってか。おー、リミッションいいよ。技術。関係ないな。N と E を取ったら終わりにしたいからと思ったけど、先にワンドローしないと。パーメラがまた防具を引くとまずい。そうだね。防具を引かせない。で、これで踏むっていう可能性がまだあるんだよ。おぉ、危んな！危ねえ。踏んだら終わっている。
ち。こっち行って、踏まなければ、まあなんとかなる。いや、一元するのはちょっと金がないな。草のバインドミストリミッション。バインドミストリミッション。バインドミストが出たとしても、あ、また金が。すげえ、一個倒したところでって感じだな。あ、あとチリングブラストが結構強いんだよな。チリングブラストに耐えきれるかっていう問題だな。チリングブラストは今のうちに勉強しておこう。チリングブラスト、チリングブラスト。赤サッタ、チチチチチチチ。チリングブラスト。水風量値数かける10。非地球だ。水風量値数かける10。セプターパーメラ。水2しかない。シトミコーダ20。コーダ20しか出ない。これドリームデレインか？でっかいダイスが出た時にリミッションが損するからリミッションが先か？ミッション W にしておくとゴールできる。クリーチャーがない。クリーチャーがない。まず移動して、で、そこを上げて、クイックサンドしかない。あいつ巻物強打持ってなかったか、トリトン。来んなよ、来んなよ。いや、でもミラーが出れば、ミラーが出れば、そこの辺踏んだら終わるな。あいつを先に打つべきかどうか悩む。さっき見たところ大したものはなかったから、とりあえず。売るでいいんじゃね？これ。そうでもないか。こっちを売るか。640上げられるんじゃない？そしたら。あげらんなかった。弱い。計算ベータ。960までか。もう一回売ればいいんじゃない？あ、それだと無理か。あー、忘れてた。忘れてました、ドリームテリン外し。実は買うのか？一個だけ買う。あー、水が、あー、水量値数が。あ、置かない。なぜ置かない？クイックしたいけど、6。とりあえず変身するか。これハモる可能性あるし、クイックを打てないから、見てこっちへ行くっていうのがありだよな、上に。で、周回するのはこっちからみたいな感じの方が、もしかするといいかもしれない。あ、失敗したな。これでまた売っ払えばよかった。で、上げて千何百もらえばよかったんだ。ぴったりダイスが出ることを期待して、にしよう。終了。バインスか、クイックサンドだな、次は。また僕か？トイジに置く。どういうことだ？しかし僕はクイックをかけると。で、強打、トリトン20しかない。僕をはめたいのか ?6 だとはまるのか、あ、6だとはまるダイスなんだ。なるほどね。倒せないこともないような気がするがどうだ、その前にクイックサンドだ。まあ、余裕で守れるでしょ、これ。まあ、あれも出たしね。なので、あ、そうか、そこはまるダイスだから、6を使ってくれたんだ。だけど僕はこっちへ行きますよと。いやー、これでもう一個レベル上げてたら勝ったのね。おー、グローホン。さあ、来い。来てみろ。よし、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 よし。外領地を売っ払う。あ、いらない土地を売っ払った。そこも売っ払った。水の連鎖が出る。金はあるからな。周回が問題だな。ギフト。1になった。こ
ここはポイズンマインド。今後上がりそうなところはポイズンマインドね。さあ、アイテムはゲスト。クイーンって掘り場にだな、これは。ちょっとまずい。さあ、今度はうまく回れるぞと。むしろそこを倒しに行くまであるな。血を取るために。まあ、パーメルアイテムないでしょ。ということは、バルダン、バルダン、ローブ、70。出ねえかな、70。いや、勝負しに、でも良くないな。いやー、行ってもいいか。手札余ってるしな。負けはしないから。あ、これ買えばいいんだ。10買う。10買っただけでいくら儲かった。すげえな。あれ？よく考えると、売り買いだけでなんとかなるんじゃない？これ。そうだ。戦わなくていいや。おお、5000までいった。一瞬5000いったのか。一回だけして、やばいやつが来た。うわ。クローホン、横移動してくるか、これ。チェンスなら落ちる。本当は売り買いってしたいところだが。あ、これ落ちる。何連鎖だ。2連鎖。だって40。40打てないといけないから落ちないか。くそ。落ちなら、地の土地が欲しいんだけど。あ、ここなら落ちるか。これは3連鎖。援護はなし。あ、落ちるね。これは落としに行った方がいい。こっちか。10。3連鎖60余裕だから、こっちで。甘く見てこっちで。スペクト、これちょっと温存したいよね。おい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 、温存するとこういうことが起こるんですよね。まさかの。うわー。しかも結構払うぞ、これ。倍ぐらい。いいか。ミラー。これはミラー打つべき。打つべきだな。惜しいな。惜しいが行くべきだな、これは。インスペクターローブ使っちゃっていいでしょう。使わずに、使わない、使うときは、倒せるときは、普通に変身し、倒せないときはゼロに変身する。で、次横移動しようかなっていうために、ここ行きました。わー、クインテきつい。これはきつい。まあ、多分全然変えるって言っても、うわー、めっちゃこれレベル。じゃあ、上げてくんねえかな。配置じゃなくてさ、レベル上げっていうのを待ってるんだけど、だから、まぁちょっと攻撃しないで待ってみようか。ミラーが切れるまで。カオスパニックは打てらんない。ちょっとこの、金づる野郎が腹立たしいからな。腹立たしいから、ここに打っとくか、バイミス。いやぁ、バイミスは取っとくべきだな。どうする？あえて水を取ることを期待して、こう水に変えるっていうのも。難しいなぁ。あっちでいいよな、普通に。戻そう。
さあ、不明。チリングブラスト強いと思うが、不明。やっぱりな、これ倍ミスしたいよな、やっぱり。さあ、どっかあげろ。そっちか、あげるのは。横移動かと思ったんだけど。1が出たら困る。インカネーションではないな。あえてカオスパニック。カオスパニックして得することあるか。カオスパニックして得するのは僕はここで宝石で得しよう。インカネーションってわけにはいかんねんもんな、これ。あと1が出たら終わる。やつまだ逃げられるんか。レベル上げて勝負したいところなんだけどな。ここを上げたのか。あと、上げるとしたらドワーフマイナーかーな。落とせるときに落とした方がいいかどうか。呪いがあと何ラウンドか。あと4ラウンドある。まだいい。終了。お前金。で、そういうとこかを上げてほしいんだよね。ガツンと。あー、レベル上げればよかった。レベル上げたら来なかったかな。お、チリングブラストで落とせると思っておるのですか？こっちはね、使えないんですよね。こっちで殴りたい。殴ろう。危な。危なじゃないよ。やられてるじゃねえかよ。ちょっと、どういうこと？なんで0が2個出るんだよ。しかも巻物強打。ワンドロー。勝つためにこっちに行ったのに、負ける方向になってしまった。スペクターローブだったら勝っていた。これはちょっと悔しい。かなり悔しい負け方をしているぞ。いや、勝ち形だったのに、これはひどい。これやってらんねえよ。交換。くそー、レベル上げたところに、まずい。意外と強い。さあ、どっかめっちゃ上げてくれ。水を上げてくれ。お願いします。水。配置が先かよ。あと何ラウンドだ。消えちゃうぞ。あと2ラウンドある。もう1ラウンド中に上げてくれればなんとかなる。ここ落とすっていう手も、先にしもあらずだが、アイテムとりあえずないんだよね。だから、攻める。お、攻めろよ。いやー、この辺落としたいのに。いやー、手札が、ゴミになっている。チェンソーかなんかで落とそうと思ったのに。さあ、どっか上げてくれ。上げてくれ。それがチャンスだ。よし。さあ、レベル5まで。ペンギンをレベル5まで上げるんだ。あなたはまだミラーを知らない。ペンギンをレベル5に。くそー。そこを踏むしかないのか。じゃあ、バイミスかけてチェーンソーだな。それしかない。かけて、チェンソー、頼みますよ。6、8、あ、くそ、むしろ終わるじゃねえか、これ。いやー、まずこっちのペンギンを落としておこう。そっから考えよう。2か6で、落とせるような、いいポジションに行っておいて、今僕なんだ、ダイス8。こんな感じで、属性石を、水か、上がりそうなの。10個かい？よし、とりあえず落とすしかない。くそ、ペンギンをレベル5にしてくれれば。ちょっと今日のバルなんか不調すぎるんだよ。頼みますよ。これでとりあえずのゴールは止めたが、あとはチェーンソーで落ちるはず。さあ、2か
2か6。2か6というダイス。期待。技術。いや、ここはフライだな。フライのスーパーダイスに期待して、ぴったりドリアードに泊まれるダイスをお願いします。5だって。ダメじゃねえかよ。どうする。せめてドワーフを落としておくか。そしたら、いずれ横移動で倒せるということで。ここはスペクターローブか？チェーンソー使えないよな。スペクターローブで倒すしかない。いやー、今日は不調だな、本当に。ギリギリ勝っているという感じだが。次チェーンソーで落とせるかもしれないが、僕のバルダンの方を落とされちゃうっていうことなんでね、あっちの左上のバルダンが。うわぁ、変なもん引き上がった。左上のバルダンがやばい。民間人、リミッションいいよ。リミッション、N リミッションすればこれ横移動できるから、これ3連鎖。3連鎖だとプラス60しかない。まあ、いいか、行くしかないな。N ゲート。ナイス。で、上に行った方がいいか、良くないな。また、宝石。売る。これ直接落とした方がいいな、これ、横移動よりも。3連鎖プラス60出るから、これ今72。20のやつが出れば勝ち。よし。20ぐらい出るよー。危ねえな、お前。今日全体的に小さい。でも勝ちにはちょっと遠い。横移動されて死ぬからな。カオスバニー。うわー、ひどい。これはひどい。これはひどい。いや、でも生き残る可能性もある。どうだ？うわぁ！いや、良かったんだか、これは。これ逆に良かったと言える。勝った。今度は、多分トリトンが横移動してくる。あ、大丈夫だった。もう一個のやつが横移動で耐えれば大丈夫。危ない。秘術。これ変身してる場合か？神様、仏様。あ、こいつ、でも、ダウンしてない。なぜダウンしてないんだろう。今、だって攻めたやつだよね。今、攻撃して、これを倒したやつ、これ戻ればいいだけ。秘術っていうより、地変の方がいいな、これ。こっちを地変か。カオスパニック。カオスパニックで買う。買って勝ちじゃないか？やつを進ませないっていう意味でも、カオスパニックいいんじゃね？あ、やっぱダウンしてるよね。買う。売り買い、商売。40しかなくなる。カマーン。7。一応どっか踏んで死にたいみたいな。そんな。カオスパニックあんま美味しくなかったな、よく考えたら。うまくどっか止まれるかなと思ったんだけど。そうか、まあ、とりあえず W を。取られるのは腹立たしいから、やっぱりこっちから取り返しに行くと7200まで来た。怖いエチュード。さあ何をしてくる。プレイグとか打ってらんねえしな。あー、怖いエチュードで今カオスパニックを回避したんだ。
なるほどね。なるほどね。なるほどね。なかなかうまいじゃないか、やつも。いやー、金が、チャリオッツ、チャリオッツ。チャリオッツ、チャリオッツ。これを横移動一回して、待てば、その前に、秘術とかやってる場合じゃないんだよ。ぴったり止まったが、これは地変で、止まってないのはダブル。ちょっと打って、いや、打って地変だな。いや、移動して、難しいな、これ。ちょっと売ろう。1売るなら損しない。あ、損してるな。あと 5? あと5って上に行くのはめんどくさい。これ、宝石小作戦にしよう。よし、ここ。地形変化、あ、金がない。こっちへ移動して、で、チャリオットで連鎖して勝ちじゃないか。あ、今もうちょっと売ればよかった。うーわ、クインってひどい。お前、クワエチュードのせいで打てない。チャリオットで勝ちってならんかな。ならんねー。ならんねー。これはちょっと強すぎだわ。向こうか、向こうか、向こうか、向こうかあんじゃないこいつ。いや、まだ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 。チャリオッツ、チャリオッツ。これで連鎖する。からの、倒せねえ、クソ。クソダイスが出やがって。いや、宝石賞で頑張る、これは。宝石賞、宝石を売り、不正石を売る、全売りして、全売りして、領地、地形変化。どうだ?まだいかんか。はぁ、一個あそこ取られたからな。また取られる可能性があるんだが。あ、クインテも飛んでくるな。いやー、こんなことしてると負けしまうな。ミミッション、バインドミストプレイグ。まずい、追いつかれる。ゴールして、地変、レベル上げて勝ち。クインテ、クインテ潰そう。まずい、まずい。で踏むのも嫌なんだよね、でも。おぉ、3いいよ、3いいよ。3いいけど、1さえ出なければ、どうだ?これで8000いくんじゃない?クインテ防いだ。もうちょいだ、もうちょいだ。いやー、あとは、ゴールかレベル上げか、何か。川姫が横移動してくるってことが考えられるな。アイテムが欲しい。アイテムが欲しい。いや、クリーチャーかこれ。いや、アイテムだなぁ。いや、クリーチャーだ。よし。チンさん、いいよー。来た。これ勝ちじゃないか。これはダイスがいいのが出た。レベル上げだな。いや、でもクリーチャーにしちゃったからなぁ。なんかこっちが。誰も来なそうなところ。どうだ ?8000! さあ、来たぞー。さあ。宝石小作戦で勝つぞ。まずい。川姫横移動くる。さあ、パーメラのレベル上げか、僕の足とどっちが速いか。交換した。よしよしよし。宝石売り買い作戦で勝つという。勝負はせず。チャリをするべきところはない。1,2,3,4,5,6,8以上で勝ち。8以上で勝ち。秘術。一応変身しておく。3、くー、3、怖いな。上にはいけないやな、これ。上にはいけない。なんかのために宝石の方に歩く。領地。地変。さあ、9000まで来たぞ。さあ、殴り倒されなければ大丈夫なはず。よし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 。よし、5以上で勝ち。これはアイテムだ。さあ、5以上。オッケー。買いまくって画像。変なの、変なの。
宝石商勝ち。宝石の売り買いだけで儲けて勝つ人のことを宝石商と言うそうですよ。神が人間に敗れるなどとあってはならない、ならないのです。まして、主神の座を人間に明け渡すなどということがあってはならないというのに。神、人間、そんなことはどうでもいい。俺の望むのはただ一つ、この無益な戦いを終わらせることだ。最後はグロちゃんですかね。はい、9までいった。あと10だけ。スコール収入720。クイックサンドはやっぱ一回決まったのがでかかったな。戦闘は8007勝。なんか全部負けてたイメージなんだけど。弱っちいクリーチャーにばっかりなったようなイメージでした。あれ一回良かったな。ST 高いやつになったのがね。さあ、ラスト10日目。ではまた。